ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデンやっていきましょう。さあ前回の、アマギア旅館の続きですね。まだ止まってんのかな。あ、終わってたお家に帰ろう。アマギア旅館から早々に引き上げて、早々によっぽどトラウマだったのか。今日は文化祭の代わりの休校日だ。手がかりがない。さあ誰か呼んで。寂しい僕を呼んで。一人は嫌。あ、でも自由に行動できない、ね、まあいいでしょういいでしょういいでしょ。陽介からだ。ほう、助かった。うん、出てくれると思ったぜ。お前なんだ、今日暇だろ。頼む、ちょっと付き合ってくんねえか。て、君が言うときは大抵ジュネスの手伝いなんだけどね。まあいいでしょう。陽介はかなり焦っているようだ。今日ジュネスで、ああ、やっぱり、あ、ハロウィンですか。あ、なるほどなるほど。なんでだ、なんで旅館で余裕で泊まってたんだ。よく来れたな。あるけどチーフいなくて、うん、誰に頼んでいいかわかんねんだよ。チーフ？チーフやんの？頼めるやついないんだ。本当お願いします。仕方ないな、親友の頼みは断れないな。他に予定がわかった、行こう。いいぜ。オンに切るぜ、相棒。およ。じゃあ、フードコートでな。その代わり、ビフテキおごれよ。電話は切れた。ジュネスに行ってみようか。よく温泉行ってたな、昨日。あ、帰ってみたら大騒ぎだったっていうことかな。ジュネス、フードコート。陽介と二人で懸命にフードコートの飾り付けをした。まあ、女子高生の二人多分クビになったからな。うん、仕方ないな。腰ってようやく終わったぜ。ちゃんとコスプレとかするんだ、店員が。ジュネス結構何でもやるな。早いな、こっちも終わったぜ。遅すぎる判断が遅い。こっちも終わったよ。あ、タイミングバッチリ。さすがに気が合うな。気が合うか関係あるかそれ仕事の速さに。にしても、おう、あ、各テーブルにちゃんとジャックランタン置いてあるんだ。似合ってんなお前。だろ、イカスだろ。板についてるっつうか、そっちが普段着ってレベルだぞ。あ、これまたこの服着て男女潜れるか。なんかアマギア旅館でいろんな衣装手に入れたからな。なんか裸タオルとか任せろ。仮装は聞いていない。陽介も着ろ、お前も着ろもちろん本番は俺もちゃんと着るぜ。スケットにだけ着せたりしねって。おお、何着るんだ。でも助かったぜ、ありがとな。女装するか、ハマったか。ま、あれがいりゃお客は。あれ、クマかまんまじゃないか楽しそうだな。そういうバリエーションもできるんだクマって。なるほどな。ご当地なんとかみたいになったけどな。ああ、いいんじゃない、人気出るんじゃない。そのうちブシャーとか言い出すんじゃない。うん、合ってる合ってる。あれ、陽介くん、ちょっとちょっと、どうなってんの。何がだよ。あ、チーフ、お疲れ様っす。ハロウィンフェアの飾り付けなんすけど。ええ、あやだな。なんで中止なん。あれ、とっくに中止になったでしょ。なんで誰も止めてくれないのそれなんで陽介だけ知らないのそれ。は、あれ、ん、中止決まった時の朝礼、陽介くんもいたと思ったけど。お前何してたんだ朝だしぼんやりしてたかな。え、まあ、片付けよろしくね。え、ここまでしといて片付けちゃうの。もうやったらいいんじゃないハロウィンもうやろうよ、ここまで来たら。え、すごいねこれ。うん、陽介くんたちが飾り付けたの。そうだよ、二人で。こんなに頑張ってくれるならやればよかったな、ハロウィン。いや、もうここまで来たらやろうよなんで中止なの。え、もう完璧に準備できてんじゃん、ここ見ないでくれそんな目で俺を見るな。いや、これはどうしたもんかね。陽介に謝られ、お礼の品を渡されてから家に帰って。え、何だったのこれは。
お礼の品の中身は使わなかったハロウィン仮装だった。あ、やっぱりハロウィン仮装手に入れた。ちょっと一気に服手に入れすぎなんですけど。その割にダンジョンに潜る暇がないんだけど。寒いね。あ、なんだ。え、でも雨降ってないしな。ニュースです。環境を考える会代表の香西氏が市内の小学校を訪れ、霧の影響を現地調査しました。ほう。誰、香西氏。稲葉市ではここ数年頻繁に濃霧が発生していますが、そうですね、原因がよく分かっていません。リアルじゃめったに見ないけどな。市内では霧の原因について憶測が飛び交い、うん、体への影響を不安視していることも上がっています。ですが市は毒霧、霧が人体に害を与えることは考えにくいとしており、ああ、はあはあ、殺人事件等による住民の不安心に、まあ、道路とか危ないぐらいだよな、見方を示しています。うん、これを受け香西氏は事実関係をはっきりさせるため現地の小学校を訪れました。あ、また新キャラ出てきたな、香西氏。霧の中でも元気に遊ぶ子供たちに体調や心の不安などについて尋ねたということです。香西氏。あ、この人学校に来たよ。お、なんか怪しいぞこいつ、うん、調査を終えた香西氏はコメントを発表しています。はい、顔出てくるか。現在は些細な環境の変化にも目を配り、うん、政治に反映させていかなければならない。今日私はある生徒と話したが、ああ、その子は風評に惑わされず自分の言葉で話していた。誰？七子。本来は我々大人こそがそうでなければならない。我々は常に子供たちの未来を管理する必要がある。いやにじっくり言ってくるな。香西氏はこう述べました。香西氏のお言葉。集まった保護者たちからは拍手が上がりましたが、ああ、一方で選挙に向けた人気取りとの票もあり。ニュースは続いて長かったな、このくだり。なんだ、頭痛い。おい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 、なのこの顔が赤い。なんだ突然、熱か、ひどい熱だ。なんだ急に。とにかく休ませなければ。まずいよお父さん。え、そこでそこなのそこで休まずの。なのこに薬を飲ませて寝かせた。ナナコの部屋とかないの？むしろそこに布団敷けばいいんじゃないの、畳なんだし。お兄ちゃん、うん、春になったら帰っちゃうの？帰らんぞ絶対に帰らんぞ、うん、あの格闘ゲームでは帰ったことになってたけどな、うん、もうすぐ冬になっちゃうね。雪が降ったらお兄ちゃんと雪だるま作る。おお、何でもやってるから、とにかく今寝ろ寝ろ。いっぱい遊ぶ。おお、春までいっぱい遊ぼうね。なんだ急に。七子が消え入りそうな声ですごい心配なんですけど。七子は眠ったようだ。後で七子のベッドで寝かせよう。そうだよ、うん。ちょ、お父さん帰ってきて。あ、お父さん帰ってこないんだっけ？で、これか。また授業か。文化祭も終わったし、これから本格的にウィンターがやってくるな。ウィンタースポーツのシーズン到来ってわけだ。特にフィギュアスケートが人気だよな。まあな、うん。よし、体育の時間だが英語の時間問題だ。なんで？人形が好きそうな徳川、なんでそうなった？何をどう見たら僕が人形が好きそうなんだ？フィギュアスケートのフィギュアはどういう意味か答えてくれ。知らんかな図形人形立体。人形って言ってたの、人形ってこと？じゃあ人形でいいの騙されていいの僕は。人形が好きそうなんて言ってたよな。ヒント、正しいと思った答えを選んだ。違うあれか、あの模型じゃないな、あのフィギュア、なんて言ったらいいだろうな、うん、アニメとかのフィギュアとかのフィギュアって言いたかったのか。あ、そういう意味か。それで人形が好きそうなって言っていたのか。わからん。フィギュアスケートのフィギュアは図形という意味だ。ほう。じゃあ、あの人形の方のフィギュアってはなんでフィギュアって言うんだろうね。うん。もともとフィギュアスケートはスケート靴で、表情に指定された図形を描く競技だからな。あ、そうなんだ。図形を描くの？フィギュアって聞くと人形かと思っちゃうよな。選手も人形のように美しいしな。いや、なんか全然思いつかなかったよ今。選んだ答え間違いだった。
いや、なんかすごい騙されたんだけど。めちゃくちゃ騙されたんだけど、今。やってくれんな、あの体育教師。さあ、今日は誰が来る？あ、ゆきこさん。あ。そろそろゴールインしますか、ゆきこさん。ゆきこさん、ゴール目の前なんだよね。もしよかったら今日、一緒に帰らない？放課後はゆきこと過ごそうか。もう行こう。もう、じゃあゆきこ、行こう。うん、じゃあ約束ね。すごいものがあるからお腹減らしておいてね。え、ちょっと待って、ゆきこさん料理の特訓のせいか久々に見ることになるの。放課後はゆきこと過ごすことにした。あ、でもこれ選んじゃうと虫取りにとかいけないんだっけ。いけないんだっけ。その分あれかな、好感度は上がりが多かったりするのかな。これ放課後は約束をしていた、そろそろ行く。やっぱり。そっか、いや、きっとその分いいことあるよ。うん。どて、あー、なんかちょっと豪華になってるっぽい見た目。お弁当の。ゆきこの持ってきた弁当は美味しそうだ。あー。大丈夫。美味しいから。あ、味見したの？ちゃんと。今回は。見た目はなかなかいい。目をつぶって、口に押し込むことにした。うん。これは、美味しい。あー、すごい。え、本当にゆきこが作ったのこれ。美味しい。本当？本当に今日は作ったのか、これ料理長が作ったんじゃないのか。よかった。で、当然なんだけどね。あ、やっぱりユキコじゃないんだろこれ作ったの。ユキコじゃないんだろ。半分以上イタチョウが作ったの。なるほど。やっぱり横から取り上げられちゃった。ナイスなイタチョウ。でもね、ナイスなイタチョウ。ずいぶんマシになりましたねって褒められちゃった。それ褒めてんのかな。褒めてんのかな。それはマシになったねって。あとね、うん、料理もだけど資格の勉強も続けてるんだよ。ああ、インテリアコーディネーター。あれ、私旅館やっぱやるって言ってなかったっけ。出ていくつもりはないけど、うん、きっとやってそうかなと思うから。あー、なるほどね。いろいろな可能性を一応取っとくのか。気づけてよかった。うん、きっと出て行って一人暮らししてたら後悔してた。ああ、まあそうだよな。私ね、うん、自分一人で何でもできるようになりたかった。おう。でもそういうのってすごくおこがましいって思う。おこがましい、そこまで考えなくてもいいと思うけど。ああ、旅館があって家族がいて、うん、中井さんや板前さんたちがいて、まあ、まあまあそうだな、一人で生きているやつはいないからな、うん、そういう優しい輪の中で育ててくれたから、うん、今の私があるんだよね。ああ、すごいいい環境だよな、ゆきこ。正直それ なんで一回出てこうと思ってたんだろうな、うん、気づいてみればめちゃくちゃいい環境でしたってことだよ。私の人生って、うん、私だけの問題じゃないんだよ。ああ、私は私の意思でここに残ろうと思う、まあ、それしか道がないって思ってたからちょっと嫌だったのかな。うん、いろいろ選択肢を考えてみたら結局、あ、旅館いいじゃんってなったってことだよな。私の意思でここに残ろうと思う。それがいい。よく考えたのか？頑張れ。うん、それがいい。認めてあげよう。いいと思います。ん？な、ああ、そっかそっか。変身するんだっけ。ああ、この花、サクヤが。サクヤさんもおかしくなっちゃう。このフォルムも好きだったんだけどな。どうなる？どうなんの？なんかだいぶ変わったな。だいぶ変わったな。赤成分なくなっちゃった。この花咲くやはアマテラス。アマテラス。え、なんか刀持ってるし全く別物じゃん。私の新たな力。え、あなたが私に気づかせてくれた。え、回復特化の子なのに刀持ってたぞ今。大事な力だね。おうアマテラス、神様になっちゃった。これあげる。え、お弁当？神社のお守り。あそこの神社のお守り。ああ、あなたを守ってくれますよ。あ、そういえばちえちゃんからもなんかもらったよね。うん。お揃いのリストバンドだっけ。ありがとう。神頼み。まあ、うん、サンキュー。うん。ゆきこは優しく微笑んでいる。私。はあ。あなたのことかけがえのない友達だと思って。ここで1個か2個前のコミュニティに恋人になってたらどうなってたんだろうな。うん、
どんなに離れても会えなくなっても、ああきっとずっとこの気持ちは変わらない。ああもう転校する元の町に帰る確定なのかな。これはあなたは私の大事な人。はい、大事な人です。ユキコのまっすぐな思いが伝わってくる。固い絆を感じた。ああユキコもクリアですね。ランク10マックス女強行。これなんでこの女強行のカード BJ って書いてあるんだろう。なんだろう BJ って。ブラックジャック。はい、真実の絆、それはすなわち真実の目なり。今こそ何時に見ゆるべし、女強行の究極の力、スカー派。スカー派、はあ、いやだいぶマックス、うん、ペルソナ作れるようになってきたね。ちょっと潜って潜ってお金貯めて、うん、ペルソナもいっぱい集めて作りたいね早く、うん、このマックス解禁ペルソナ。さぞ強いんだろうな。え、何これ、もう別人じゃん、別人じゃん完全に。アマテラスは真氷結見切り、氷結見切り、まあ弱点だからだよね。え、でもいらないんだよいらないんだよな別に。それこの子は回復全特化にしといた方が、まあでもこれでダウンしないっていうのがあるんだろうけど、そんな早々氷結を打ってくる敵がいるかってところなんだよね。まあ、そんなのが出てきたら、あの僕の何だっけ、魔法跳ね返す魔法で、うん、守ってあげればいいわけだし、いらないかな、いりません、すまんな。ほぼ完成されてるんだよこの子のスキルは。親友、嬉しい、親友、ね、何かいっぱい話そう。男女間の親友か。ユキコの弁当を食べながら長い間話をして過ごした。あーユキコもとうとう、うん、じゃああとリセと漢字だな、うん、あ、おかえり。ただいま。あ、っていうか熱大丈夫なのか、おいえ、普通に笑顔だったけど大丈夫なのか、おいユキコ頭、うん、ちょっと痛いけどでも大丈夫だよいや寝とれ、寝とけって、そういう治りかけが大事なんだから、うん、とりあえずあの野菜と夜の見回り行ってきます。はい、さて虫も取ってきたし、久々に足立さんがコミ持ってんね。行っとくか。ああプラモも作んなきゃいけないんだけど足立さんのねコミ全然上がってないから、道化師のペルソナ、うん、行っとこうか。そろそろ仲が深まりそうだ。じゃあやっとくか君も暇だね、堂島さんに怒られちゃうよ。怒られたら私のせいだって言っとくから大丈夫だよ。足立に無理やり付き合わされましたって言っとくで大丈夫だよ、うん。足立さんはまだ、足立さんも足立さんでなんか抱えてる問題があんのかな。今んとこなんか話好きなおばあちゃんのね、相手が大変っていう、そのぐらいしか聞いてないけど。惣菜大学、ああ、やっぱりね、田舎の店って閉まるの早すぎ。何時ぐらいなんだろうこれ。早く上がれたからさ、たまには何か作ろうと思ったんだけど、めんどくさくなっちゃって。参ったな。え、シロクがあるよ。スナックシロクがあるけど。家に煮物だけはあるんだけどね。それも大量に。おばあちゃんの作ったやつか。あ、来た、おばあさん。あら、トールちゃん。お仕事どう？頑張ってる？あ、こんな夜中におばあちゃん出歩くかな。あ、どうも、さっき上がったところで。夕飯は済んだ。若いんだからしっかり食べなきゃ。そうだ、よかったらうちに来ない？大好きな煮物いっぱいあるわよ家にいっぱいあるのがさらにいっぱい出てきたぞ。ああ、いや今日はちょっと。言っとけよ、お腹空いてんだろ。そうだそうだ、夕飯は彼と食べる約束してて。ああ、じゃあ僕も一緒におばあちゃん家行って煮物食べますよ。うん、上司のとこの子だから断れなくて。はは、また今度お願いします。ちょっと僕を出しにしないでくださいよ。そう、残念ね。それじゃあ今度絶対ね。おやすみなさい。はあ、お年寄りに優しくしとけ。
参るよな、人ん家で差しで夕飯とか気まずいでしょ。だから僕も行くって、付き合うって。大体あの煮物レンコン硬くて苦手なんだよレンコンか。あー悪いね、だしに使っちゃって。おかげで助かったよ。貸しな、これ。もう貸し2つぐらいないか、足立さんに。本当に来れば。嘘は良くない、煮物だけに。あ、だしか最初何の言葉だった。だしに使っちゃって煮物だけに。嘘は良くない、本当に来れば。本当に来れば。あ、うちに行く、うちに行くか。あ、じゃあいいんじゃない、うちに来ないよ。え、堂島さん家に。君も意外とオープンなんだね。でも前結構あなたしょっちゅう来るじゃない、うん、しかも寿司横取りして、うん、私が嫌いそうに見つめてくる。でも堂島さんまだ仕事だよね。で、僕はことは僕らだけ、なんか変じゃない。え、仕事してんのじゃあ手伝ってこいよ料理は得意だ。七子喜ぶかな。なんだかんだで足立さんとそんな会話してるとこそんなないよな、仲良くしてるようなシーン。んじゃあ、まあまあ僕でいいか、料理は得意ですよ。うん、来いよ。本当に。ああ、しっとりとしたコロッケ、うん、振る舞うぜ、うん、まさか本気で誘ってんの、気まずいとか考えない。おお、喜んでる喜んでる。足立が物珍しげに見つめてくる。まあ君の料理の腕ってのも気になるけどね。僕が高校の頃なんて料理の理の字も知らなかったからさ。ほう、家庭科とかやんなかったのか、調理。どんな高校生だった。ああ、そうだ、部活とか何入ってたんだよ。勉強ばっかしてたよ。ええー、あ、まあ一応刑事とかやってるもんな、うん、それなりに進学校でさ、成績が全て。ああ、まあ確かに学校のお勉強できそうな顔立ちしてるな足立さん。けど別に嫌じゃなかったかな、やれば帰ってくるとことか分かりやすいし。ああ、やっぱ頭いいんだな。うん、親も成績さえ良ければ何も言わなかったしね。でもさ、そんなんでうまくいくのはやっぱ学校の中だけなんだよね。ああ、分かる分かる、生活 IQ が低い人学校の勉強はできるけど生活が IQ が低い人になっちゃったりするんだよな。社会は大変？社会人教えてくださいよ、社会人。そりゃねいやでも足立はうまく立ち回ってる方だと思うけどな、うん、仲間内で足引っ張り合ったり責任押し付け合ったり。大人は大変だよ。あー、痛いわ胃が痛くなるわ、その辺の話になると。足立は少し疲れたように笑っているけど、まあ最近は結構楽しいかな。おお、ほうほう、いい流れじゃん。僕にもやれることがあるって感じ。はは、恥ずかしい。あ、やりがい、仕事にやりがい、いいね、いいことだよ。足立内に事件に対し張り切ってるようだ。足立のことがまた少し分かった気がする。あー、一応刑事になるということでまだ参加さっきユキコクリアしたばっかだけど、足立さん参加先長いな。はい、あ、夕飯だっけ。うん、今日はいいや、また今度ってことで。じゃあね、すずちゃんどっか寄って帰るから君遅くならないようにね。あ、まあ刑事だからな、うん、はい。まだなんかそんな悩みっていう悩みなさそうだな、他の人と違って。おはようございますおはようございます。政治は楽しかったね、文化祭にみんなでお泊まり。ああ、若干トラウマになった人が何人かいたけどな、うん、嬉しかった。私そういう体験もうないだろうって思ってたから。はあ、あ、けど予報見た、週末からまた天気崩れ出すみたい。ああ、動くか、とうとう。じゃあそれまでにレベル上げとかないとな、直人さんの。前中テレビ要チェックだね。しばらく晴れ続きで見れなかったから意外なものが映ったりするかも。ああ、そうだよね、次は本当にちょっと怖いんだよね。うん、テレビに七子とか映んないか本当ドキドキなんだけど。注意しよう。うん、うん、世間は解決ムードだけど真犯人まだ捕まってないんだもんね。そうなんだよな、変な手紙が来たんだよな。うん、本当に。あー、誰あ、コンジ先輩今日暇すか、放課後は感じた過ごそうか。まあ過ごすけども、まだ一応ちょっと保留にさして、ちょっと保留にさして、うん。
そうっすか。じゃあまあ暇だったらでいいっすよ。放課後はどうしようか。あとそうだ、キツネくんのクエストは、それはあれか、プラモかそうだ、受けてるんだった、プラモだな。うん、手がかりがつかめない今、事件の動きを待つしかない。今どうだろう、みんな何してるんだろう。久々に見るなこれ。ナオトと過ごす。あ、そうだ、ナオトのコミュって結局どうなってるんだ、どうなってるんだ。なんかどっかで見れたよな、コミュ。これか。陽介9、うん、マーガレットさん、ユキコ。マーガレットさんの大逆転すごかったな。ゼロから一気にいったもんな。漢字6か。リセ3か。やばいやばい、足立さんと一緒だ。リセも行かないとまずいな。ナノコちゃん6、キツネ5、運動部。はい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 。ゴーキが3。おばあちゃんいないんだよな、そういえば。ああ、めったに河原寄ってないってのもあるけど。いや、でもこの辺、このところ最近昼間出歩けなかったしな。昼間出歩けたと思ったら雨だったしな。うん。で、学童保育の若い母親。ナース5か。意外とナース進んでんね。うん。クマ8。あやねちゃんマックス。足立さん3。マリも3。3だな。ちょっと3のメンバー頑張っていきたい。あれ、やっぱナオトないな。ナオト、どっかにいるのか。よし、ナオトを探す旅だな。うん。よし、じゃあ次回はナオトくんを、まあ、探して何も、うん、行わなかったら、うん、まあ漢字のところ行こうかなと思います。あ、まあ何があるか分かんないけどね。はい。では本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、雨が来る前になんとかしたいな。うん。